はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。本日は6月7日金曜日の活躍選手を総していきましょう。昨日までのねランキングなんですけど、7546ポイント、1108位ですね。ちょっとねなかなか上がれないんですけど、まあ辛抱強くね頑張って上げていきたいと思います。で、明日のね試合なんですけど、屋外球場4球場あります。横浜甲子園、神宮、松田スタジアム、すべてね雨の心配はねなさそうですね。じゃあね早速ねオーダーの発表を今日はねもうすぐしていきます。で、キャッチャーがね甲斐さんで、明日ねタミヤさんがマスク被らないんで、ポジション1ポイントをねしっかり取るために甲斐さんにねしました。で、対戦相手が DeNA の森さん、登板回数がね少ないんですけど、対右がね5割9分1厘と打たれてますね。サンプルがね少ないんで、そこまでは信用ならないんですけど、まあ打たれてるということで、で甲斐さんがね対右2割2分4厘、まあ、ここはねポジション1をねしっかり取ってくれればねいいと思います。で、ファーストは山川さんを選びました。で、対戦相手が森さんですね。で、明日ね、まあ森さんがね結構ソフトバンク打線に点をね取られるんじゃないかなということで、ソフトバンクをね3人入れてますね。で、森さんが対右5割9分1厘で、山川さんの対右が3割2厘で、山川さんねちょっと今三振がねめちゃくちゃ多いんでね、ちょっとマイナスもねいっぱい食らってしまうんで、まあね他の人でもいいと思います。で、セカンドはね吉川さんで、対戦相手がオリックスの東さんで、東さん対左1割7分1厘とねかなりね抑えてるんですが、まあ吉川さんがね対右2割8分3厘打ってるのと、まあね巨人打線がね結構活発なので、ここはね吉川さんをね選びました。で、サードはね村上さん、なかなかね打たないですね。で、対戦相手は日ハムの山崎幸也さんで、対左が2割8分で、村上さんの対左が2割7分ですね。で、ショートも長岡さんで、日ハムの山崎幸也さんですね。で、対左が2割8分で、長岡さんが対左を3割2分8厘ですね。で、レフトはね近藤さんで、対戦相手が森さんで、森さん対左1割8分2厘なんですけど、まあ、近藤さんが対右3割7分8厘とね打ってるので、まあ、ここはね近藤さんでいこうと思います。で、センターなんですけど、今回はね秋山さん選びました。対戦相手がロッテのね三馬さんで、三馬さんね対左3割7分5厘打たれてて、秋山さんがね対右が2割4分8厘とね、まあ、そこまで打ててないんですけど、ここ最近ね結構秋山さん打ってるんで、まあ、入れてみました。はい、ということでライトは巨人の丸さんにしました。で、対戦相手がオリックスの東さんで、東さん対左がね1割7分1厘と結構抑えてるんですけど、まあ、丸さん対右2割5分8厘ということで、まあ、巨人打線がね調子いいので、ここはね丸さんにします。まあ、チャンスがね多いと思ってね、結構大量得点取ることも多いので丸さんにねしました。で、 DH は同じ理由で岡本さんで、対戦相手がオリックスの東さんで、対右がね2割6分、岡本さんの対右が2割9分2厘ですね。で、まあね、このメンバー以外のおすすめなんですけど、まずね、末金さん、今日もね、ホームラン打ってましたし、明日ね、三馬さんっていうことで、チャンスはね、大きいと思います。ただまあ、カープ打線がね、まあそこまでチャンス作れるかというと、まあそこまでね、作れないかなということで、まあ岡本さんとか山川さんとかね、近藤さんにしました。あとはね、細川さんが明日楽天の早川さん、対左なんでね、ここもね期待値はあるけど、まあ中日がね打線がまあそこまでね活発じゃないってことで、まあ今回はね外しました。あとはね万波さんですかねとかがまあ悩みましたね。あとまあ村上さん、長岡さんがね、まあここ最近あんまり打ってないんですけど、まあここはねちょっと神宮っていうのをね信じて入れ続けようと思います。ということで、今日はねこの予想でいきたいと思います。残りねもう試合もね少ないので、皆さん当てていきましょう。じゃあね。